お上品なレディはそよ風のハミングより小さな声で。お母様きっとダニエルが舞踏会に来ていくわ。それはないけど。でもダニエルは妹よ。招待状の宛名にはこの家の。お母様知らないの？王子様が王様に頼んで囚人を釈放したのよ。そうよ。お触れではこれからアメリカで働く者はどんなものでも報酬がもらえるんですって。やっぱりこれ必要みたいね。何言って、いざって時のために取っといたお金。今こそ非常事態よ。これ見たら誰だってそう思うわ。分かった。じゃあ資産は凍結ね。これまで私たちってずっとある部分じゃ同じタイプの人間だった。結婚するまでは処女でいいよねって言ってたじゃない。でもダメだった。一緒に大学か短大か歯科衛生士の学校行こうねって言ってたでしょ。それもくじけちゃった。こんにちは、ケイティ。あなたに伝言があるの。上元泉教授の助手の人に頼まれちゃったの。すぐにあなたを探してくれって。これが伝言よ。教授のオフィスに来なさいですって。何かしらね。卒論はどう？進んでる？終わったわ。誰かが地下道にこっそり入り込んだみたいなの。いつもは必ず閉まっている扉がなぜか開いていたのよ。メンテナンスの時以外は絶対閉まっているはずなのに。あら、やだ、嘘みたい。メラニー！びっくりだわ。あんたすっかり垢抜けちゃって、まるで雑誌に出てくるモデルみたい。うちにあと3人いるの。この子はおっぱい飲むからどこにも一緒ってわけ。それと同じ服、私もこないだ買いかけたの。でも服に30ドルもかけちゃうね。旦那に殺されちゃう。あー、分かったわ。そういうことね。なるほど。待ってください。ボブ、警察の人よ。すごい騒ぎですね。何があったの？真夜中だったわ。窓から見たら男がいた。こんなひどいことして何が楽しいのかわからない。信じられない。よくわかるのね。疑ってるの？絶対ありえないわ。ボブはそんなことする人じゃない。どうしていじめるの？いらないってば。本当に知らないの？手伝うわ。あら、レビューとも付き合いがあるの？石油代替燃料のルポ一応終わりました。ね、今度から他の店にしない？ここのテイクアウトにはもううんざりだわ。ありがとう。でもつまんない。ハッパーズが何の用で？信じられない。気にしないで、分かってるから。違わないけど。それ言ったのもう 2,3 年前よ。どなた？仕事のお話とか。私急いで家に帰って着替えないと。知事さん主催の晩餐会の後はパレードよ。ああ、嘘みたい。知事さんが私たちに会いに来るなんて。あの、私はブルーのドレスを着ますけど、お母様はどうします？ポーリーンです。どうも、はじめまして。アレックスでしょ。わあ、本当に綺麗。まるで大人になったみたい。ああ、そういえばそう。そう。ああ、ねえ、ライアン、指輪見てみる？ジムのデザインなの。ああ、あそこに貼ってくれる？そうなの。嬉しいことにみんな協力してくれて。ジムが貯金のほとんど思い切って不動産に投資したの。で、それで思いついたの。旅行できなくたって写真は残せるって。FBI って？ねえ、どうしてあなたなの？会社の問題なんだから上の人が話すべきよ。いろいろな都合って何？何をするにしてもどんなことがあろうと正直に真実を話してね。ねえ、わかった？これはマークが海外で買ってきて。ねえ、どこだったかしら？いい旅よね、シド。全部話してやめればいいじゃない。こんなことさせるなんてひどい会社だわ。これはきっと人生をやり直すチャンスなのよ。メキシコに行ってもいいわ。なら私が代わりに言うわ。はい、帰る。あなたを迎えに来たんじゃない。おじいちゃんにも会えるし、会えなくて寂しかったわ。ハグしてくれない？私が面倒を見たいと思ってる。相談に乗ってくれるネットワークがあって、父にはとっくに話してあるし、もうその気になってる。何それ、あいつったら最低ねってする？ひどい。結局あいつが気にかけてるのは自分のことと溜め込んだお金のことだけじゃない。私打ち受けるなんて。今病院よ。先生に見てもらうの。いつでもいるわ。さあ座って。あといくつか答えたら終わりよ。そしたらうちでお昼食べましょう。変な感じするわよね。チェイス先生が喉を見てくれてるの。今病院よ。でも大丈夫。夫はユースサッカーの監督をしてたの。勝ったことのないチームを州の決勝まで行かせたのよ。ここで検査してくれてありがとう。部屋を変えると混乱してしまうの。当然だわ。彼を愛してるもの。あ、うん。そうね。私は念願だった陶芸教室に通おうと思うの。それから何も気にせずに好きなものを好きなだけとにかく食べまくろうかしら。そうね。ありがとう。あとは多分だけど、特別な人と一緒に過ごすわ。二人だけの秘密よ。二人だけの秘密よ。二人だけの秘密よ。
二人だけの秘密よ。ジュードはどう？連れてこなかったのね。彼女にはいい条件、女優の卵らしいの。オーディションとかもあるから融通聞かせて。白いのはちょっと聞いて。あなたはどう思うかしら。今度コスタリカに行くの。家族旅行でね。家族水入らずで楽しみにしてる。でも突然ボブがルーシーも連れて行く。ずっと一緒よ。あれは法律違反でしょ。物は買い直せばいいだけだけど。いや、銀食器はダメね。とにかく傷ついたわ。だってこんなの犯罪だもの。そんな連中が今日私の家にいたのよ。ごめん。よし。目に見えている星の光は数千年前に放たれたものである。あなたはネットのヴィンテージファッションフォーラムっていうのを聞いたことある？私たちはヴィンテージの服を保存することに誇りを持ってるの。あなたがやってることは私たちの倫理を冒涜してるわ。それは言い訳にならない。自分の好きな形にしたいのなら似たような生地を見つけて自分で仕立てればいい。もしも私があなたなら、大切なヴィンテージの服は忠誠紙に包んで箱に入れて後の世の人が楽しめるように保存しておくわ。クープ、この詩小説は歴史的な名作になるかもしれないわ。90年代初期を見事に捉え、でも出版できない。まだ結末が書かれてないもの。その答えはあなたが自分で見つけ出さないと。だって結末が良くないと本は売れないから。週末に考えたら、例のキャンプ場に行くんでしょ。この中にも書いてたキャンプフーフィアウォードに行けばいいアイデアが浮かぶかも。